鶏肉のお店ですかね、これは。新宗四ヤン野菜150元で、美味しそう。タピオカのお店が多いですね。 TPT とか、あとは東山ヤートとか。あー、いいですね。台湾の屋台のお店がめっちゃいっぱいあります。タピオカのお店がめっちゃ多いですね。あとあのフルーツ屋さん、フルーツ屋さんもめっちゃ多い。台中のバナナとかめっちゃ美味しそう。でもやっぱ一番ローカルなお店はあっちの、通りですかね。